小座駅は、和歌山県東室郡串本町西向きにある、西日本旅客鉄道規制本線の駅である。事務官コードは62万2051。串本町との合併まで当駅は、小座町に属しており、道町の代表駅であった。特急、黒潮が停車する。従前は一部の特急が通過する駅であったが、2011年3月12日のダイヤ改正により、 全ての特急が停車することとなった。島式ホーム一面二線を有する列車交換が可能な地上駅である。駅舎は線路東側にあるが、古線橋はなく、ホームと駅舎はホーム東よりのスロープと校内踏切で接続している。近隣の駅と比較すると校内は若干広く、駅舎の脇には側線が2本あるほか、 バラストを貯蔵した区画もある。なお、駅舎の海抜は約4.9メートルである。新宮駅が管理する無人駅である。駅舎内には自動券売機がある。駅舎には回廊がある。また、駅舎には小座観光協会が入居している。同協会では小座川を川下りするレンタルカヌーの営業を行っており、駅舎内に 関連の接客施設のほか、隣接地に定国も併設し、当駅をサービスの拠点として利用している。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、小座川の川口付近に位置する。河口には、西岸の西向き、東岸の小座と大きな集落が2つ固まって存在しているが、この駅は西向きのうちの岩淵に立地している。西向きは、 串本町と合併する前に存在していた小座町の中心部で、駅周辺には串本町役場小座分庁舎をはじめとする各施設もある。なお、小座町の中心部が大技小座でないのは、小座という町名が、1956年3月にその前からあった小座町と西向町及び田原村が合併し小座町が誕生した際、 小座川などの影響で知名度の最も高かった小座から、取ったに過ぎないからである。その大技小座へは、駅近くを走る国道42号を東に行き、小座川を小座大橋で渡ると、少しの距離である。駅周囲の岩淵は、古来より製材業が盛んで、現在でも数軒ではあるが、駅周辺で、製材工場の稼働が見られる。駅から小座川を渡り、東岸を遡ると、 小沢川町の中心集落たる高い系はすぐで道町の役場も資金である。小沢川町ふるさとバス特急黒潮の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。